パム、どうかしたの？いや、今選手ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。久しぶりだな、請求列車の諸君。開拓の旅は順調だろうか。実はもうすぐ泉州ラフで聖天演舞という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた泉州同盟の良き友人だからな。大忙しね。ファミリーの調和セレモニーが終わったばかりなのに。こう、うちも。それに2回も連続で式典に出るって本業をおろそかにしてるって思われないかな。列車が本来やるべきなのなら、お前が残って列車のメンテナンスをするか。行きたくないとは言ってないじゃん。うちだって賑やかなとこに行くのは好きだもん。ただその賑やかなとこでラフは危機を乗り越えたばかりだ。演舞典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありません。そう疑心暗鬼になる必要はない。演舞典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。この典礼は定休と典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たち姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的地に行く前に列車も、ちょうどヘルタが天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀軍ガガプ神域から小獣の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。じゃあラフには行けないってことか。美月ちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたと美月ちゃん、炭鉱の3人は列車の代表として典礼に出席する。2人ともそれでいいか？姫子と幼児ちゃんは真面目な研究をしに行くの？古獣の化石を見るより剣技とか武術を見る方が絶対楽しいって。それにラフにたくさん友達がいるのはあんただけなんだから、あんたがいないとどこに行けばいいのかわからなくなっちゃうでしょ。意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。姫子って本当に分かってるよね。古獣の化石と演舞典礼だったら、そうだ、炭鉱、今回はうちらと一緒にラフに行く。お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。それにベルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演舞典礼を開催すると決めたのは、彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。
前来た場所にまた来ることになるなんて、なんか感慨深いな。来ることになるなんて、なんか感慨深いな。詩を読むほどじゃないです。ただ前回先週に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ、指名手配犯を追ってるわけでも、貨物用の不当から上陸したわけでもない。めったにないよね。これは願掛け？フラグ立てるようなこと言ってるのはあんたの方じゃん。聖坂井ってこんなに賑やかだったっけ？なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよね。そこの3人待って。あの2人うちらを呼んでる？見た目からしてピノコニーの人かな。あなたたち先週ラフには詳しい？多少は知っているが、何か用か？もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。すごい偶然。うちらついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。おお、ピノコニーをご存知なのですね。そうそう、うちら先週通だから。この時期に来る観光客のほとんどは演武天霊が目当てなんじゃないかな。演武天霊のことは知ってるけど、天霊のリングってまだ解放されてないよね。今回の天霊のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。いえ、それなら貴重石号の方が大きいかと。でもその戦艦に乗るには数週間後の演武天霊の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにするわけにはいかない。ピノコニーの日常的な無境にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ねえ、ここに一番詳しいのはあんたなんだから。はい。うん、水苑はうちもおすすめ。ラフの有名な心霊スポットで、いたずら好きな鬼火があちこち。心霊、個人的にホラーはあまり好きではないのですが。うん、確かに面白そう。じゃあ水苑に行ってみることにするよ。見ろ、元凶が来たようだ。本当だ、急いで合流しよう。いたいた、みんなこっちだよ。みんな久しぶり。ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど、元凶、あんたもしかして。僕がどうかした？美月さん、子供の成長は早いって言うけど、元凶もしかして少し背伸びた？はあ、たった数ヶ月会わなかっただけだろう。え、先生何してるの？ごめん、最近の旅で警戒する癖がついちゃったんだ。私たち、僕のことも警戒してるの？前回泉州に来た時に私たちを出迎えたのは。確かに警戒はした方がいいかもね。正直こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。
剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武典礼を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、今の、うん、今ここには他の同点に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ演武典礼が目前に迫ってるからね。聖査会の利用者数が一気に増えて、将軍が言ってたよ、ラフを災いから立ち直らせるには演武典礼が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、典礼の場に UFO の客人を招待して、同盟は今回の典礼をすごく重視してるんだ。なんてたって主命と妖精の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話したからね。うん、妖精は同盟が忌み物を遵守するときに先陣を切る役割を担っていて、いつも凱旋してるんだ。ただ天白氏の玉空様が言うには、妖精から送られてくる先方はいつも妖精の飛翔将軍はまだ若いのに誰よりも強くて勇敢だって言われてる。全身筋肉ムキムキで力こぶはスイカみたいに大きいとか。飛翔将軍の腕前見てみたいな。なるほどね。ところでこれからの予定は？あ、立ち話しすぎちゃったね。将軍から四神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。元凶って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。確かにな。各員集合しろ、人々を守るんだ。さっき手打ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。みんなごめん。何言ってんの？俺たちも一緒に行こう。好きにできると思うな。みんなそこで深淵を迎えよ。こっちに乗らないで。占いましょう。立ちなさい。協調よ。呼吸するその感覚。事件が起きてから詳しい状況を確認してきてもいいかな。
ことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか？そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまで、あなたたちの貨物を押収、もろもろの手続きが終われば、あなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと。私たちは入港なんてしていません。ポリジンの襲撃にあったから、ラフの港に避難せざるを得なかった。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。時代を超える勝負は知能を鍛えてくれる。この正体の隊長は私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。演武天霊を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。規定の流れだと、危険な重罪人を護送するときは精査に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を。隊長のせいではありません。ただ主命の使節官が少し熱心だっただけです。君はロ君、巡察護衛隊の見張りです。元凶殿の助立ちに感謝を。今回のことは想定外の出来事で、ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前にホリジンの襲撃に遭いましてね。主命の使節官が助けに向かい、ホリジンの強盗を捕らえて。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船がホリジンに襲われて。私も困惑しています。主命の使節官は規則に従い、客船用の埠頭に船を止め、ここ最近数えきれないほどの外郭がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用のこの囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど、本当に急を要する事情があったみたいだね。この件は地甲市の治安庁に報告して、後始末に協力するよう言っておくよ。どう後処理するのか当事者たちに聞いた方が、新作府にも状況を説明しやすくなるよね。元凶、あんた本当に成長したね。美月さん、今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武天霊前の泉州の安全は張り詰めた糸みたいなもので。さっきやっつけたあの、あいつ、そう、あの狼の頭をした化け物たちはホリジンって呼ばれてて、泉州と長年敵対してるホリジンは強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の宙外にも匹敵するほどだって言われてる。ここ数年奴らの動きは昔より落ち着いてたのに。さっきの武漢はホリジンがラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。うん、僕もおかしいと思う。もしかしたらカンパニーとの間に大きな確執があるのかもしれないね。さあ、おしゃべりはこのくらいにしよう。将軍にもう少し話してたかったけど。気になること？もしかしてホリジンを追おうとしてる？うん、大丈夫。そのさっき得た女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地甲子に紛失届け。あの子もきっとわざとじゃない？お願いだからそれ以上言わないで。はあ、とりあえず安心しろ。あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐ。面倒事が多いですね。
おう、遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。請求列車の諸君、久しぶりだな。もちろん、会いたくないはずがないだろう。人生で出会える人の数。炭鉱、あの子いつから将軍とこんなに仲良くなったの？なんか二人で和やかに談笑してるんだけど。はあ、きっと俺たちの知らないところでいろいろあったんだろう。少なくとも俺は。紹介しよう。こちらは泉州主命の食塩将軍、海燕殿だ。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来て。海燕殿は定休に仕える将軍であるだけでなく、構造士の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。元帥に再び召集され、職務、結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほど。お目にかかれて光栄です、海燕将軍。お目にかかれて光栄です、海燕将軍。かしこまる必要はないと言っているだろうに。軽減、この三人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か？ああ、炭鉱殿、三月殿、そして彼女の力がなければラフは今回の。陰月君の後世が再びラフに戻り、演武天霊に参列するとはな。お呼びとあればいつでも。ところでそこにいる子供は？私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武天霊でもラフ運気軍の代表、守人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。いい、実にいい。今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは。ああ、そうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子のウンリだ。君は？ああ、あなただったんだ。こんにちは。なんだ、もう知っているのか。な、こんなところで会えるなんて。見つけるのにもっと。おお、気になる言い方だな。この子は聖坂井で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。被剣？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど。そうだよ、せっかく再会できたんだし。それは無理。無理？この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。この剣だって同じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら。ウンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。ラフの剣士って所詮この程度なんだ。今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。君、
もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？元凶。うん、それでいい。今日決着をつけよう。もうそれ以上喋るな。早く。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねる雲里さんは何が美名だ。どこぞの物好きな奴が雲鬼軍にとって迷惑にしかならない巨名をでっち上げているだけだろう。雲里はただの人見知りの激しい人。諸君、私は海燕殿と話がある。客人と雲里さんの旅館の宿泊手続きはひとまず現況、後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについて。そんなにかしこまらなくていいのに。もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。そんなことはありません、海燕将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい。カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、私の代わりに彼らをなだめてくれないか。あまり強く出る必要はない。了解、将軍。これが聖族さんが送ってくれた報告書か。はあ、将軍、カンパニーを説得しろなんて。いや、試練まではいかないかな。雲鬼軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちは悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武典礼に主命と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると。軽言、考えすぎだ。言っただろう、今回は雲里に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、低級の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったこと。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。
セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い。客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは。ラフの林園教に素晴らしい機関が増えたと聞いたのでその景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。ゲイゲン、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海炎将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけに過ぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。大丈夫。主命の人ならすぐにラフを離れることはないだろうし、そういえば僕の気のせいかもしれないけど今日の将軍ってかしこまってる？そう？いや、考えすぎではない。四神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。絶対そうだよ。それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？演武天礼はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が二人同時にラフに来たとすればそこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と反物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから。ラフ単数の反乱も元老の陰謀も同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば剣木。ラフが長い間抑え込んできた儒家の跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのかラフ内部の反乱なのか将軍は本当に巻き込まれただけなのか、そういった疑念の火は一度燃え上がるとなかなか消えないんだ。はあ、うちって本当にバカだな。つい気ままで楽しい旅ができると思っちゃった。僕も将軍たちは純粋に天霊を見るために来てくれたんだって思って嬉しかったのに。そういえば今回主命の使節官に同乗してきた探子が一人いて、その人がラフの探偵士の新しい指定になるって聞いたな。主命が人を派遣してラフの指定にする。前例がないわけではないが。炭鉱先生の話を聞いてやっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの？あれ、うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった？
月さんの言う通りだよ。僕はまだ未熟だから今すぐ将軍の負担を減らすことはできない。でも将軍から任されたことは何だって精一杯やってみせる。さあ、すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うち、それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員はと、安心して、カンパニーの相手なら慣れてるから。銃の赤心は知ってるよね。うちらその中の何人か。うん、って今の褒め言葉じゃないような。分かった、先生たちが手伝ってくれるって言うなら僕も断らない。